こんにちは、パスタマニアです。今日は最近作った中でヒットしたカジキマグロのスパゲッティをご紹介したいと思います。カジキマグロといえばちょっとバサバサした魚のイメージがあるんですけども、いかがでしょうか？それではご視聴よろしくお願いします。まずニンニクをカットします。今日はみじん切りです。続いて野菜の準備に入ります。今日の野菜は人参、ナス、しいたけ、そしてズッキーニを準備しました。どれも同じくサイコロ状にカットします。そして今日の主役、カジキマグロ。前の晩に日本酒と塩で漬け込んでおきました。野菜と同じサイコロ状にカットします。まずはガーリックオイルを作ります。ニンニクがきつね色になったらカジキマグロをソテー。焼き加減は外側がカリッと中がジューシーになるのを目指しました。一度引き上げます。同じフライパンで野菜を炒めていきます。塩を少し振った後、白ワイン 50cc を入れてフランベしていきます。カジキマグロを戻し入れます。そして野菜のブイヨンを少し加えてコクを加えます。これで味付けは完了です。パスタは 1.9 ミリの太麺を使います。茹で時間は袋の表記よりも1分短め。茹で上がる直前に茹で汁をお玉1杯分加えてソースにしておきます。弱火にしたままパスタをよく混ぜます。ここで乾燥パセリを少し、お玉を使って盛り付けていきます。さあ召し上がれ。いただきます。ソースがしっかりパスタに染み込んでますね。マグロの歯ごたえと味もバッチリでした。うまいね。また作りたい。ごちそうさまでした。